ゃらーん。どうですか？なんだかプリンセスになった気分です。今日はこちらの洋服店を全国へ展開する社長を紹介します。全国各地に展開するアクシーズファム。ヨーロピアンヴィンテージの世界観を取り入れたファッションブランドです。手掛けるのは越前市にある IGA。 社長に就任して12年目、3代目五十嵐明信さん、45歳です。改めて、はい、IGA ってどういった会社か教えていただけますか？創業はもう82年になるんです。今と同じ洋服というか繊維業を軸としてっていうビジネスは変わってなくて、でそこから卸売業をやってて、そこから小売りが出てきて、アクシーズファムというブランドを全国展開、あとおよびオンラインショップをやってますと。今日ね、この風格のあるお部屋で、はいはいはい、ガラシャツっていうのがすごくこうギャップがあって面白いなと思ったんですけれども、普段着？普段着です。昔は社長に見られなきゃいけないってことでネクタイしてでやってましたよ。でもなんか違うな。そう違和感を覚えた五十嵐社長、きっかけは仕事が増えていくたびに気づいた協力してくれる仲間の大切さです。一人じゃできないんですよ、全部。だからやっぱみんなの力を信じて意見ももらって、みんなでやっていく方が早いし、失敗も共有できるし、次いけるんですよっていうのが肌で感じて、今まで固く見られてたかもしれないんですけど、社長がどんなことを考えてるかっていうのをやっぱり知りたいだろうなと思って。そこで服装の他にもう一つ浸透させたのが、社長ではなく五十嵐さんという呼び名です。社長って呼ぶ人はもういないです。いないです。五十嵐さんってフラットに行きたいな、もう仲間なんだみたいな。いや、距離感が近い感じがしていいですね。どう思われてるかは分かんないですけど、でも自分にとったらやっぱそうやって変えてったり、メッセージを一応発信していくことが、あ、なんか考えてるんだなっていう風に伝わるかなと思ってやり始めました。社長の変化をずっと見てきたのが、共に20年仕事をしてきた山岸さんです。服装が変わったのと呼び方変わっただけじゃなくて、五十嵐さん自身のスタッフたちに対する、接し方が変わった。常に現場にいらっしゃるんですよね。お客さんとスタッフたちとも一緒な目線で話して、その課題を持ち帰って一緒に話して、こうしなければいけないねって言ってる姿を見てるだけで、五十嵐さんに対する見方も話し方も接し方も僕ら自身も変わってくるんで、もうそこがだいぶ変わって良くなってるなっていう印象は強いです。自分をさらけ出す五十嵐社長の芯はもちろん、ドン、信じるの芯ですね。自分自身を信じるっていう話と、自分自身を表現する話と、自分だけじゃなくてスタッフ全員それぞれが自分を信じて自分を出していくっていう意味も込めて、信じるの信にいたしました。社員大会があってですね、はい、まあ面白くせなあかんなって思って、私が自分を信じて社員の前でマイウェイという歌を歌ったんですよ。一人で信じて、でやっぱそのマイウェイはやっぱり信じる歌なんですよ。それぞれの道を信じていきましょうということで、信じるという、はい、社長がお手本となったわけですね、そのマイウェイで。そうなんですよ、 ごめんなさいね、なんかね。ユーモアあふれる社長、プライベートでは筋肉を信じる、筋トレと向き合い己を鍛えています。きついんですけど、やっぱり筋肉変化が訪れるんですよ。ちょっとこうなってきたねって楽しくて、ハマっちゃってるわけですね。そうやっぱ成果が見えるというか、筋肉は裏切らないって言いますもんね。裏切らないんで、仕事とでも一緒じゃないですか。似てます ねそこが。努力は必ず報われる、そう信じる五十嵐社長の今後の目標は、
福井県のこのふるさともそうですし、全国の日本全国の人もそうですし、海外っていうキーワードもこれから大事になるんで、いろんな人と同じようにコミュニケーションつながって、なんか一緒にビジネスができて、ファッションなどを通じてみんなを幸せにしていきたいなっていうのが大目標であるんで、去年越前市とファッションショーやったんですけど、またやる予定にしています。自分たちのアクシーズファームだけじゃなくて、この地元の方にの多くの方に参加してもらって、みんな巻き込んでやりたいな、福井だからこそできるんじゃないかなと、それは思ってます。